ございます。本日はですね、前回出した玉出しつけるといいですよ。で、玉出しの方法っていうのもですね、結構コツがありますんで、なんてことない玉出しのやり方っていうなんてことない動画なんですけど、一応玉出しのプロですね。玉出しで飯食ってますんで、なので、ちょっとしたコツ掴むと、テニスの、技術も向上しますんで、もしよかったらですね、見ていただいて。で、玉出す時の、一つ目のポイントはですね、玉出す対象から目を離さないと。で、この間やったボレーストロークとかでもですね、ちょうど玉出しの人のところに飛んできちゃったりとかしますんで、なのでこうね、こうボール見て、見て打ってとかってやってると、飛んできた時に危ないっていう。あとはですね、技術的に手の感覚だけでこうボールコントロールできるっていう風になった方がですね、この感覚も良くなってきますので、なのでまず取る時も見ない、打つ時も見ないで、ずっとこう相手の方ばっかり見て、でそうするとね、コントロールも良くなります。大体のこうやってるとですね、ずれるんですよね。で、相手の方を見てしっかり打ってあげると結構思った通りのところに飛んできますので、だからそうするとね、コントロールの練習にもなりますので、これベースライン同士打ち合いとかするとき、セルフ球出しのときとかも同じですので、相手の方を見てポーンと打つ。で、腕の動かし方なんですけど、これね、ポイント2つ目、腕の動かし方なんですけど、これ、あんまり手首をね、こう使わないっていうですね、こうどっちかっていうと腕全体動かして、で、ここは固定です。固定ですね。腕全体動かして手首あんまり使わないで打っていくっていう。で、そうすると、あ、萩原さん大丈夫ですよ、通っていただいて、美味しいラーメン屋さんの萩原さん大丈夫ですよ。そう、で、そうするとボレーみたいなもんですよね。ボレーもこうやらないと、腕全体でってなってますので、その感覚がしっかりつかめるかな。だからそうすると、あとはね、連続でやるって言っても、もうホルモンで動かして、やっていかれると手首怪我したりとかっていうのもしないので、というわけで玉出しの仕方っていうね、すごい地味な内容ですけど、意外と練習になりますので、よかったらね、試してみてください。はい、じゃあ以上になります。どうもありがとうございました。